さて、サバイバルに戻ってまいりました。後ろにアイテムが流れるところがもうそろそろ見えるはずです。これ結構面白い。これね、結構見てると面白いですね。後ろでね、アイテムが流れるのちょっと見えないのが残念ですけれども、通常時はね、こうやってやると見えますね。ポコポコ上がってるのがいいですね。楽ちんでいいですよ、本当に。 OK、もうちょっとで20、レベル30か。ってことで、ここにね、エンチャントテーブルを設置しようかなと思ってるんですが、そうですね、レベルの上がり具合もいいですし、1時間ぐらいここで、溜まったら殺す、溜まったら殺すってやってたら、もうすぐですね、もういっぱいになっちゃって。これはもう処分しちゃっていいのかな。これ、直したやつがね、いくつかありますけど、ここに。これ直すとコストかかるからな、エンチャント、同じ経験値使うんでね、あんまりいいとは思えないな。ここにエンチャントテーブル、可変エンチャントね、Xbox の方で作ったやつと全く同型のやつ入れようかな。可変にする必要はないんですけど、ここでは高レベルエンチャントしかしないと思うんで、まあ、できた方がいいよね。ってことで、やっていこうと思います。作り方がね、わかんないよっていうね、そんなの早くやられたらっていう人は、動画の概要にね、貼っておきますんで、そちらのね、前説明した動画をね、そちらの方を見ながらゆっくり作ってみてください。私、ちょっと、まあ、早送りっていうかね、特に何も解説をせずにさらさらと進めていきますんで、もしわかりづらかったら申し訳ない。そんな難しくないんでね、ちょっと止めながらやっていただければすぐできるとは思いますけれども、よし、これモンスター湧くよね、中で。よし、一応トーチを2個ぐらいそこつけといた方がいいよ、多分。よし、一番下につけとこうか。雲とか湧きそうですもんね。よし、OK。それで、下にから上に持ってって、この上全部ですね。よし。確かレッドストーンの上でもモンスター湧きますもんね。スペースあると怖い怖い。気づいたら雲がみたいなね。よし。で、ここ。あら、どこ行った？ここじゃないよ。こっちだね。はい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 。で、最も難しいパート、私が苦手な細かい作業ですね、これ。Xbox よりなんか、トーチのヒットボックスが小さいのか、非常に、コントローラーのね、使い勝手がちょっと違うので、同じコントローラー使っててもね、それかな、早く置けないですね。ゆっくり、エイム合わせて、よいしょ、よいしょって置く感じ。もうちょっと感度落とした方がいいのかな、慣れるまでは。よし、でけた。これで、ここの上にね、本棚が来るんですけど、最後の最後に置くようにしますね。一応ミスったりすると嫌なのでね。よし、今シルクタッチのね、あれがないので回収できないんですよね、壊れたら。 OK。 それで感圧板をですね、ここですね。 OK。 リピーターのおかげでね、この四隅がちょっと遅いですけれども、まあしょうがないということで、これで OK ですね。よし、ちゅうことでですね、どうしよっか、どうしよっかっていうか、本棚を置いて終わりですね。ここね、本棚の色がこれなんでね、一応この木の色に変えたんで、この部屋の色も変えざるを得なくなりましたね。OK、これで。で、最後にエンチャントテーブルをピタッとはめ込んで、ここに。これで終わり。ぴょんと出てくるね。OK。もうちょっと、はい、広く撮った方がよかったな。ギリッギリだよ。このスペースをどうしようか。あ、そっか、これこっちに持ってくればいいのか。
そこそれにしたからな、もうちょっと部屋広くしてもいいけど、どうしようかな。なんか枠組み欲しいですね、でもね。まあいっか。ちょっと仮で今石を置いておきますね。ここは。で、これ外して、ちょっと後で装飾します。ここら辺なんか、ケインっていい音しますね。よし、とりあえず、なんかこれで遊べないかな。別にこれ壊れたりしないんですよね。なんか耐久度とかあるの？壊れるんだったら、新しいものを上から降ってくるみたいな、ボタンを押すとね、そういうのにも面白そうだし、薬、ポーション。ポーション工場を作るっていうのもいいかもしれない。で、ここに、もうちょっと部屋拡大するかもしれないですけど、次は、スイカのね、自動ファームを作って、食料、ここにいる間の食料を確保。スイカと同時にカボチャも作っちゃおうかな。どうしよう、向こうに作ってもいいんですけど、向こうは向こうで作るか。カボチャはね、結構ランタンとして使えるんで、結構使用頻度は高くなると思うんですよ。グローストーンがそんなね頻繁に使えないと思うので、まだね。うん、あと面白そうなのは何だろう。隠し階段とか上に行くレバー引くと、それも面白そうだね。なんかこの小さい空間にいっぱいいろんなギミック詰め込んでね、もうすでにいろんなギミックを入れてますけど、あの駅といい、これといい、これといい、このチェストシステムといい、なんでね、いろんなものを手狭に事細かに入れていくっていうね感じでやっていこうかなということで、それはとりあえず終わったと。オッケー。で、ここに農場を作るっていうね、裏にね。次それやろっかな。食料は、まあこれがあるからね。で、このエンダーチェストを返して肉はいつでもゲットできるんで、向こう側からね。なんで、それはそれでいいとして。じゃあ、次、こっちの奥の農場を作ろうかな。ちょっとここで一回カットします。レベル39になったんで、なんかエンチャントしてみようか。エンダーチェストの中に、ダイヤモンドが、ありますので、半スタック分ね、中に入れといたんですよ。こっちでも使えるように。便利でいいですね。どうしようかな。剣、ルーティングソードが欲しいんで、剣作ろっか。剣。剣買ってもいいんですよね、別にね。あの人たちから。ダイヤモンド結構手に入ったので、ここ最近ババッと、ね、このエンチャントのこの文字もね、なんか調べたらこれ特殊な文字なんですね。知らなかったけど、これコンピューター言語で、コンピューター言語じゃないのか。最初の文字がこれなんだ、これ2なので、 I、 これね全部英語に直せるらしいんですよ。ちょっと読んでみましょうか。IMBU これなんだこれ E ちょっと書かないと分かんない動画の途中ですけれども、エンチャントの、ね、文字についてちょっと調べてきたので、皆さんと、ね、共有してみたいと思います。こちら今動画つけましたけれども、コマンダーキーンっていう、ね、1990年代前半にアメリカで流行った、スクロール型の、ね、マリオみたいなゲームの中で、使われている、ね、ギャラクティックアルファベットというものをそのまま流用しているみたいです。今見ていただいている通りね、ゲーム中に看板みたいなところにね、文字が書いてあって、それ全部英語に直すことができると。今書いてあるのはね、これ This is neat っていう意味で、古い言い方のクールですね、neat は。かっこいいっていうことを言ってるってことですね。これ撮るとかっこよくなれるよ、みたいなね。ちゅうことです。はい、今見ていただいているのはね、アルファベット対応表となっております。見ていただいている通り26個のね、文字にそれぞれ対応する、継承文字みたいなのがあると思ってください。
でさっきね、アップグレードしようとしてた剣の場合なんですけれども、インビューとダークネス、スクロールズと、それぞれね英語に直すとそんな風に単語になってるんですけれども、全てが全て、ヒントになってるわけではなくてですね、しかもドストライクのヒントでは全くないと。意味をつかむと闇っていう真ん中のやつね、それだけアンデッド特攻がつくのかなぐらいしか分からないレベルなので、あと他の2つは多分意味なしですね。ダミーが結構含まれてるとこなんで、長い方がいいものがつきますよという人もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういうとも限らないという感じみたいです。では、動画に戻ります。スイカ農場をここに建てるんだけど、ここにフィッシングファーム入れようか。で、こっちに小麦をね、ここちょっとくり抜いて、このパイプの横、このモンスターが溜まるところの後ろ側に立ってですね、小麦を植えられるようなシステムを導入する予定です。ちょうどね、骨がたくさん、こんなに溜まってきてるんで、たくさんの、骨粉がね、使って、ここにモンスターが溜まるまで小麦を植えて、小麦を植えるか釣りをして、モンスターが、あ、でも釣りをする場合も後ろにやった方がいいか。そうだね、釣りも待機中にモンスターが溜まるようにしたいんですよ。なんでこうやってただ待ってるのがね、時間の無駄なので、なんか2つのアトラクションを入れて、その暇つぶしをしつつ、溜まったらここで、モンスターを、処理すると。こうやってですね、これで叩いちゃダメ？叩いても多分減らないと思うんだ。ってことで、そうしよっか、じゃあ。後ろに小麦農場とオートマチックの全自動釣りマシーンを導入する？暇つぶしをするって感じでね。じゃあそういう風な感じで。ここにはスイカ農場で、多分ね、カボチャも使うと思うんですよ。ゾンビどこにいんだ？わかんないけど。カボチャも使うと思うんで、カボチャとスイカを農場作っちゃう？ちょっと考えてますけど、ここはちょっとね、変えて、青色のね、羊毛を敷いて、ちょっと位置を一個ずらして、こっち側にしました。システムは全く変わってません。で、後ろにエンチャント済みの、ものをしまっていこうかなと。ここ、釣り竿ですね。で、ここ、防御用の、防具でしょ？で、ここは、なんかツールっていう感じで、なんか上にね、あれつけて、見ようかなと、いう感じで、サバイバルの方で作り始める前に、クリエイティブの方でどんなコンセプトで動くのかっていうのを簡単にご説明したいと思います。サバイバルだとね、なかなか視点の問題とかもあってですね、なかなかご説明が難しいということで、まず、どんな感じで動くのかっていうのを説明して、実際サバイバルモードで作るときは簡単にね、ちゃちゃちゃっとやって、で、作り方の、を別な感じで紹介するという風にします。ということでね、小麦農場からやるんですけれども、今まではこうやって手で植えてね、早くならないかなってぼーっと待ってたわけですよ。で、今回はね、スケルトンのスポーナー、ね、スケさんのスポーナーがあるので、骨がね、もういっぱい手に入るということでね、その骨から骨粉と、英語でボンミルと言います。で、そちらも手に入るので、この骨粉というものをね、農作物にあげるとこうやって成長するわけですね。お、早い、待たなくていいよと。で、それを叩けば、今はね、クリエイティブなのでアイテム化されませんでしたけれども、収穫できますよということになっています。で、今回はこの骨粉を使う、ただ骨粉を植えなきゃいけないから、結局ね、なんかめんどくさいじゃんっていう、何回も押さなきゃいけないし、そこをまず自動化しようじゃないかということで、ディスペンサーというものがあります。こちらの方にはディスペンサーの中にアイテムが52個、まあ骨粉が52個入ってます。で、こちらの方をね、使うとこういうふうに押すとね、ほら育ったでしょ。もう一回やると育つ、ちゃんとね、育ちましたよね。ディスペンサーからアイテムが吐き出されて、アイテム化される前に、まあ骨粉が使用されるということなんですけれども、こちらの方 PS3 と Xbox ではまだね、搭載されてないフューチャーなので、いくらディスペンサーからコップを打ち出そうと、ここにコップが溜まるだけですね。ということでね、次のアップデートで多分変わるんじゃないかなと思いますけれども、これだ、なので、今から作るものは残念ながらちょっとできないんですよね、まだ。残念ながら。ということでですね、
そこまではね、ディスペンサーを使うというところはご説明しました。で、次、収穫なんですよね、問題は。うん。これまだ手じゃないですか、これ。ね？なので次、収穫をどうするかと。ここになんか小麦乗ってますけれども。収穫もね、する方法がありまして、まあ、収穫する前の、こういう風にね、生えてる状態ありますよね。こうやって小麦生えてます。このブロックに、は、今、ピストンを押している状態なんですね。それを下げると同時に、まあ、収穫が可能ということなので、こちらのボタンを押すと、トーチがオフになって、下のブロックにが、下のね、レッドストーンワイヤーもオフになって、ピストンが下がるという形になってます。それを押すと、こうやってね、収穫されましたよね。で、もちろん同じように、自動でも何でもないですけれども、ここにこうやってつけて、あの、骨粉が吐き出されるというのを、クロック回路というのをね、利用して、ポッ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 ポって言って出すようにすれば、植えるだけで、ね、回収もこのボタンを自動ね、そっちのクロック回路につなげれば、回収できますよ、というふうにしてみました。こっちにね。うん。上から見た図はこんな感じ。今、ホッパーがね、つながって、それぞれ、あの、ディスペンサーに一つずつ、一つずつじゃないけど、まあ、チェストをつけてコップを入れやすくしているような状態なんですが、見ていただくとね、そちらの方は1個しかディスペンサーがなかったのに対して、全部で4つ入ってます。1、2、3。で、上にも1つと。いうことでね、4倍のスピードで、植えたと同時になると。いうことを、まあ、可能にしております。で、水源はディスペンサーの下にあって、あれ、農場がないじゃないと。いうとですね、ピストンが今引っ張ってる状態ですね。で、ここの上に乗ると、農場が出てきて、右左のね、クリックをすると、右クリックか、パソコンマウスと、まあ植えると、植えたと同時に、下に下がって、まあ作物がなって下がるんですね。そうすると回収して水が奥から出てくるので、そこのホッパーに作物が吸い込まれてここに出てくるということですね。で、クロック回路は、後でご説明しますけれども、こんな風にちょっとコンパクトにしました。それぞれのね、ディスペンサーにつなげてあって、ここで、あの、マシンガンディスペンサーを接続して、マシンガン、回路を接続して、それぞれの、ね、ものにつなげております。ってことで、ちょっと最初お見せしましょうか。ここに乗るとですね、先ほどお伝えした通り、まあ、作物を植えるための土のね、耕されたものが出てきます。あそこにありますね、この水の下ですね。今見えますけど。それが出てきて、なのでそこら辺にエイムを合わせておいて、で、こんな感じですね。なので、ここで、こうやってやればいいんですけど、今ちょっとエイムが合ってない。このコントローラーのね、エイムが難しいので、よし。ね、こういう感じです。で、まあ、勝手に、おマシンガンのように、これタイミングよくね、ピストンが動いてくれて、ガチャコンガチャコンと、ガチャコンガチャコンと作ってくれるということですね。で、できた作物は自動的に、ホッパーに吸い込まれていくと。いうことで、まあ、ここでホールドしてるだけで、まあできるわけですよ。こんな感じでね。ほら。ってことで出来上がったものはここに溜まると。いうことです。ちょっとうるさいのが難点です。私、このメトロノームみたいなカチカチする音があんまり好きじゃないので。ただね、ちょっとまあ今回面白いフューチャーをいくつか入れてるので、それをご覧いただこうかなと思います。ちょっと先に寝てきます。さて、朝にしてきました。この作った建物の横になんか怪しげなこんな的がありますけれども、これちょっと後で説明するときに使います。こちら後ろに来ていただくとですね、これが、この回路が後ろに使ってるものですね。これ。クロック回路と呼ばれるものです。それを、まあ、トリガーをつけたって感じですね。その、トリガーがないと、ずっとカチカチいってる状態になっちゃうので、ね、トリガーっていうのは、まあ、起動するための、今はここにレバーをつけてます。あっちだと、そうですね、感圧板にしてるということなんですけども、ここをオンにすると、どういうふうにつながってるかと言うとですね、ここで二手に分かれます。一つはピストン。粘着ピストンでブロックを押し上げると。二つ目は、こちらの青い回路につながっております。こちらの方はパルスショートナーという、私がよく使うものでございます。短い信号を切り出すということで、パルスをショート、ね、短くするという意味でパルスショートナーと呼ばれます。
パルスショートナーはね、これをオンにし続けていてもこのピストンが、上に上がることによって一瞬だけオンの信号を切り出してクロック回路の方につなげてくれるというものになっています。なので粘着ピストンはね、2つあってですね、このブロックが上に上がると、今上から見るとですね、リピーターがこっち向きになっているのと向こう向きになってますよね。でここをぐる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 回路が回るわけですよ。これ以上早くしちゃうと多分焼き切れちゃうので、多分無理じゃないかなと思いますけれども、そこをオンにすればこのピストンがこのブロックを押し上げて回路がここでぐる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 回ると。でその起爆っていうかね、起動させるためのパルスショートナーを横につけているという。でこちらの方を見ていただくとですね、実際に、作った再現したやつですね。こちらで弓矢が中に入ってます。どれぐらいの速度で撃てるのかというと、ここに乗るとですね、ボン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 と、いうことで、もしここにゾンビ君がいたとするならば、ゾンビ君がね、いるとしたらもう瞬殺ですよ。よいしょ、あらかわいそうね、こんな感じで撃てますよということになっております。これも結構面白い、まあコンパクトにできたと思います。まあ稼働を見てみるとね、これが感圧板に乗ってなくてもできるタイプなんですけども、今ここでね、ショートナー、パルスショートナーが起動して、ここでオンが来てるのにもかかわらず、ここで回路が切断されてるので、ここはぐる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 回ってるということですね。このカチ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 。これ音しないのでいいですけどね。はい。ということで、これをね、作ってみようかなと思います。じゃあ、やっていきまーす。ここにね、ここじゃないと多分ダメなんですよ。上で湧いてくれないので、ここだと今ポコポコ落ちてますよね。で一歩ここに出ちゃうとね、もう湧かないと思うんですよ。なのでここが限界ラインですね。ってことでこの下も開けたんで、ちょっとね広々と開けたんで、ここに作るんですけど、そうね、あそこ掘らないとダメだね結局まずは回収地点から決めましょうか。ここ2つにするので、よし、ホッパーをこっち向きこっち向きで設置して、そうね、宝箱じゃねえやと、こことここかな。あと選別する機能をつけるかもしれませんけど、ちょっとどうしようかな。地下にすればまあコンパクトになりますけどね。で、ホッパーをここに入れるということで、こういう風に流れてここに入るってことですね。で、どこに農場が来るかっていうとここですね。それでどうしようか。ピストンで押し上げなきゃいけないんで、そうね、ちょっと下に降りて、ここじゃねえな、ここに、スティッキーピストンを導入しますよね。で、それで土を出して土を入れると。でその奥に水が来るのかな。外観はね、この緑色の羊毛を使おうかなと思ってるんで、こんな感じにしてここまで伸ばしようか。これでいいかな。 OK で、看板で水が出ないようにせき止めると。サバイバルクリエイティブの方とここで止めましたけど、なんかうまくアイテムがねスムーズに流れてないような印象を受けたので、今度こっちにしてみようかな。 OK で、それで、水をここに流します。こんな感じですね。通常時はこの形ですね。で、それに乗るとピストンが上がって、上がり下がりするという感じでいきます。で、こことここも塞いじゃう。それでどうしようか。次下ですね。あ、そっか。ディスペンサーはつけないとダメだね、まず。よし。ディスペンサーの位置はここでしょ。でちょっとブロック置かないとダメですね。ここでしょ。4つつけなきゃいけないんで、よいしょ。で最後の1個がここになるのかな。 OK これで4つですね。
で直接上がってきたやつにバシバシ打ち込むと。 OK です。こんな感じですね。で、壁を作ると。でそこも後で隠しちゃいますね。で、次はですよやっぱあれがないと不便だな。ハサミ、次回路つなげていきましょうか。ここがあれなんだよね。そうだよね。ってことは青いラインでやりますね、とりあえず。レッドストーンでまずここかな、ここですね。 OK。 それでまず1マス上げなきゃいけないのかな。こう流して、ふむ、こっち行った方がいいね、多分ね。もうちょっとエリアがあるところにしましょうか。よし、リピーター使うからいいや、とりあえず。あ、これも使うからいいや。はい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 、テキパキやっていかないと日が暮れる。よし、これで、こう伸ばしていって、で、ここがラインになるのかな。よし、こういう風につなげて、こっちがここで分けよっか。ここで分けるんですが、どうしよっかな。リピーターでしょ。でこうして、ここにピストンを置くと。こんな感じですね。で、青いラインにつながるんですけど、青いラインからここがよいしょ、クイック回路じゃなくてクロック回路につながると。で緑色のラインが出ていって、ここまでがあれですね。 OK、 回路がつながるので、そっちから出たラインがここにつながってこの上に行くと。でそれでリピーターの位置はこことここかな、ここですね。で OK と。これでクロック回路自体は終了ですね。で押すと上がるという感じで、ちょっと見てみましょう。ちょっとできてるかどうかチェック。できてますね、クロック回路。 OK。それでですね、次はディスペンサーに行くラインと、ここにピストンにつなげるラインになるので、そうね、黄色にしようか。そこにつなげなきゃいけないので、こうする。あ、そうか、ピス遅らせないとダメですもんね、ちょっと。ここリピーター入れて、ここもリピーター入れて、フルティック、1ティック、あ、2ティックで7ですね、これでね。で、こうつなげる。で、これでピストンまでつながりました。OK。ガチャコン、ガチャコン。あれ？上がりっぱなしになっちゃった。あー、ここがつながってるからか。なるほど。わかった。よし。ちょっと待ってね。そうなるとだよ、ここにもリピーターを入れなきゃダメってことですね。こういうね、ミスがあるわけですよ。ってことはこれを、なくしちゃっていい、良くないので、ここフルティック11でちょうどいいですね、これで。 OK。 これで、ガチャコンガチャコンっていう風にならない。ならないのはなんでだ？あ、ここはないのね。ああ、もう。よし。これで OK ですね。これでついに OK。はい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 。それでですよ、次は後ろの方に伸ばす回路、ディスペンサーの方に回路ですね。目立たない黒にしよっか。それで、黒いラインをつなげるためにこっち側から階段状に上げていく。よし、こんな感じで上げていって、
よいしょ。こうですね。で、そこまで上げなきゃいけないから、結局こうなるのか。そうだよね、ホッパーがね、つくと上に伸びちゃうんですよ。なので、どうしようかな。ホッパーを先に決めるか。ホッパーの位置を決めないと、おっと。ホッパーをどこからどういう風にここに入れるかですね。これもダメだな、これもあっちゃう。まず、ここでしょ?で、ここでしょ?で、ここ。ふーむー。どうしようか、後ろで伸ばす?で、ここの上には設置できないんですよね。なので、ここリピーターにしよう。で、このディスペンサーを通じて次のブロックに行くと。で、こっちも同じ。ということで、3つ、そこのブロックでね、この下のあれは大丈夫なんで、これで3つ動くんじゃないかな、多分。よし。OK。じゃあ、そこにちゃんと入ってるか確認してみよう、とりあえず。1個。OK、ここは出てますね。で、そこも大丈夫。で、ここがちょっと心配なんですよね。ちょっと一応確認しておきますね。OK、出てる。ということで、はい、一応システムは完成しちゃいましたね。あとは、ホッパーをつなげて、ここにあれをね、いちいちこれ一個ずつ、こうやってあれ入れるとめんどくさいので、ホッパーをつなげて、やらないといけないんですが、ここにどうつなげるかだよね。これ上にしないとダメか、やっぱり。じゃあ、しょうがないね。しょうがないな。ちょっと、それは。こうする?ホッパーなくなっちゃった。あとは、じゃあ、どうしよう。なんか、ここに1個で、ブワーって入るようにしたかったんだけど、ちょっと難しいね、これね。配線があって。ちょっと考えますね、ここ。カット。